皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドパート12やっていきましょう。今回も前回に引き続きゾーラの里に向かっていきたいと思いますけど、エレキの薬をまずは飲んだ方がいいですね。今の距離間に合うと思う？間に合わないと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。エレキの薬を飲みまして、どうだ、間に合うか。オーケー、エレキガードは間に合った、よかった。待って、ゾーラの体験拾い、ちょっと待ってよエレキガードは間に合ったけど、それ以外が間に合ってない。うわ、これでも効果付きを食べちゃうとさ、上書きされちゃうよね。だから一旦これぐらいにしといて、ちょっと待って、走れ、ここはもう走って抜け、行って、待って、エレキガードついてて、これやばくない？ちょ、頑張りを食べて、あー、逃げろ逃げろ逃げろで、これ持って後ろから行くわ。こいつらさ、さすがにちょっと負けっぱなしじゃ MK さんのあれが廃るから、よし、オッケー、まず一体倒して、オッケー、いいよ。で、待って、あいつとどめさすわ。あ、いって、ちょ待って、え、倒した？あれ、さっきのリザルフォースどこ行った？あれ、倒したかな？いや、倒してないよねあれ、逃げたな、あのリザルフォース。ほら、はい、頭打ちまして、ここ進んで、あ、どこ行った？おい、え、あっち、おい、そっちに逃げてんのかなあ逃げるな、武器なくしたからって。さっき散々 MK さんのこと打ちやがって。ちょっと待てよ。ほら、よし、おっ、一体倒した。はい、そして待って、もう一体逃げるな、やっべ、待って、上にも基地があるのは聞いてないよ、上にも基地があるのは聞いてないよ。そして青リザルフォスってめちゃくちゃ強いんだよな。ちょっと待てよ、一旦、やばいか、ちょっと待って、ガード、おらおら、よし、オッケー。え、なんだ、え、は、なに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 もう何やばい、もう構わない、構わない方がいい、絶対構わない方がいい。体力3で勝てるような相手じゃないってことが分かったんで、エリケ薬だけ飲んで突っ走りましょう最初からそれが良かったみたいですね。はい、ということでエリケ薬を飲みまして突っ走るよ。みんな突っ走るとしたら、頑張りの、これ頑張りちょっと増やしとく？いや、ギリギリで食べようか、ギリギリで頑張りの薬を1個食べよう。ちょっと待って、こう来て、こう来て、いいよいいよいいよ。で、ここで頑張りのやつを食べる。はい、で、これでさらに進んでいく、オッケーでも戻りません、 MK さんは。あそこで戻ってあいつらに復讐とか思ったけど、あ、もう MK さんの考えが甘かった。別に構わなくてもいいんだ。はい、ということで、お、待って、でかい橋に着いたけど、ここはラルート大橋、シドさんいるんじゃない？あれ？いないか。シド、声、あ、びっくりした。あれだと思った、今、あの、ゾーラの石像だと思ったけど、違いましたね。ゾーラの石像がね、点々とあるはずなので、できればそれも読んでいきたいんだけど、あ、あれか？お、ゾーラの里が見えてきましたよ。もうちょっとだ、もうちょっと。うわ、これ下降りてさ、あ、あれ石像じゃない？石像だ。行く？いや、でもこれ行ったら登れないよな。うわ、今やめとくか。ちょっとせっかくね、この高いとこまで登ってきたんで。そう、これ雨降ってるから崖登れないんですよ。おーい、リンク、下だ、こっちだ。やっぱシドさんいる？そんな下から話しかけられても普通の人だったら聞こえないよ。どんだけ声でかいの。こんにちは。そろそろですね、かなり遠いな。でも必ずこの橋を通ると思って待っていた。あ、そうですか。もうすぐでゾーラの里に着く。俺も先に行って待っているからな。里で会おう。オッケーと、リンク、なんだ、背後から魔物が迫っているぞ。気をつけるんだ。手伝ってくれよ。モリブリンだしよおい、ちょっと手伝ってくれよ。危ねえから。あっぶねえ、今のこれ体験じゃなかったら大変なことになってたら。よし、オッケーオッケー、いいよいいよ。はい、こう来て体験、体験パワーでなんとか倒していくノックバックあってよかった。はい、ということでモリブリンバットをゲットして、モリブリンの牙、お、肝が手に入った。結構肝はね、レアいので、これはゲットできてラッキーですね。はい、ということでゾーラの里ラストスパート向かっていきましょう。だんだん敵が強くなってきてんだよなさっきのやつらもかなりやばかったんで、ちょっと今後は敵がいてもあんまり構わない方針でいいかもしれない。あのゾーラの里にね、女神像があるはずなので、そこでハートを1個増やしてからだな。お、これダイマックスラディッシュ、あ、普通のマックスラディッシュか、ありがとう。お、鹿がいるね、倒しとく、ピュン、オッケー、ヘッドショットヘッドショットうまいね。お、
上獣肉2個ありがとう結構獣肉ってね、意識して集めないと集まんないから、こういうね、狙えるスポットはガンガン狙って集めていきましょう。ということで、あれ敵はいないな。敵が強くなってくるとは思ったものの、いないんだったらそれに越したことはないですが、あれここなんか拠点っぽくない？剣語いい。これは？おお、相当リザルスピア。あー、武器ポーチがいっぱいだって。おっと、そして料理スポットが、今後ろ見えた、みんなエレキウィズローブがいるな。あ、でもエレキガードつけてるから、食らうけど、またあいつ倒すか。ロット手に入るよな。ほら、よし、ナイス、ヘッショ当てた。100、うわ、おい、なだれ落ちすぎだろ。ちょっと待てよ。はい、ここまたヘッショ当てて、ちょっと待てよ、もう一発いくか。ちょっと待て、ここヘッドショット、素晴らしい。ヘッドショットからの体験でできれば叩きたいんだけど。はい、オッケー、いいよ。こいつ倒せるか。待て、もうちょい、ヘッショ、ヘッショ決めろ。どこ行った、どこ行った。危ない、ベベ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 ベ。ゾロの体験落とした。ちょっと待てよ。食べる食べる。エレキチュチュが出てきちゃってる。エレキチュチュを倒さない、痛いね。廃棄チュチュゼリーゲット。ちょっと待て、ゾロの体験拾って、こいつあと一発ヘッドショット。待て、ヘッドショットを決めた。いけ、あヘッドショットいくよ。ヘッドショット、オッケー。うわ、今の弾いたか。ちょっと待って、これ体験の振りかぶりじゃきつい。いやー、マジ。ちょっと待って、もうここまで来たらでも勝ちたいよな。ここまで来たら勝つしかないんだ。いくよ。待って、ゾロの体験どこ行った、落とした今。これさ、体験じゃない方がいい説あるんだけども、もうでもここまで来たら後に、なになになに、うわ、やめとく戦闘向いてないのかもしれない。テクニックでどうにかなるあれじゃないのかもしれないいや、上手い人だったらな、体力さんでもどうにかなるのかもしれないけど、ちょっと体力ケチりすぎたんだろうね。あ、でもこっからだ。おい、倒すか、エレキウィズローブ、どう思う？でも MK さん、このまま黙って帰れねえんだけど、やっていい？待てよ、これ拾いたな。ちょっと待って、あいつやっていいっすか。もう MK さん、黙ってこのまま帰るのはやだ。あいつだけ倒す、絶対に倒してから行く。待てよ、ほい、ちょっと待って、まず頭、ほい、よし、ナイス。で、次来たところまた頭打ちます。ほい、ナイス。で、ここも頭打て、あー、まあそっか。あ、待て、ほい、オッケー、ナイス。落ちるなよお前、 MK さんが倒すんだからな。よし、いいよ。で、ここでこう、待て、こっからなんだよ。こっからが毎回むずいんだけど、ヘッドショット、素晴らしい。これヘッドショット決まる。オッケー、いいよ。で、ここ、打つ。オッケー、そういうこと。やりました、やりました。いや、よかった、勝てて、マジで。ちょっとこれ持っときましょう。エレキロット来たぞ。ちょっと待って、槍いらねえな。これいらない。よし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 。あ、ロットしか落とさないんだっけ、こいつ。おっと、そして、石像が1個ありました。こちら読んでいきましょう。ゾーラ氏外伝その1、ドレファン王の門前払い。ゾーラの里のドレファン王が大いに疲れて100年が経とうという頃、ゾラ大地を乗り越えたはぐれガーディアンが、ゾーラの外内部まで侵入してきた。そのガーディアンは好きに暴れ回り、兵士たちの槍も全く歯が立たなかった。だがその時、ドレファン王は危険を顧みず、正面から立ち向かわれ、ガーディアンをその怪力で持ち上げると、谷底に向かって投げ捨てなさった。すごいね。ガーディアンは落下の衝撃で壊れ、ほどなくして動かなくなった。ゾーラの民は王のこの勇猛さをたたえ、より信頼と尊敬の念を寄せるようになったと。ドレファン王の額に未だ残る傷跡はこの時についたものである。おー、ちょっとドレファン王の額後で見てみましょうか。傷跡あったっけ。ああ、ガーディアン戦で、まあ、傷がついちゃったものなんですね。はい、ということで、ゾーラの里は、ドレファン王が守ったと言っても過言ではないと。いや、素晴らしいですね。王様として、うわ、なんか、水が溢れ出てる。あ、うわ、あそこは、やっぱそうですね。バルッタがいるところです。ほら、いるいるいる、カラクリがいますよ。コログ、あ、ガッツガエル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 、欲しかった。待って、なんかこの上怪しくね、なんかコログ臭くね、ちょっと上上がっても、あ、これコログでしょ。よし、来た。久しぶりじゃない？なんだかんだコログ。はい、ということでコログの実1個発見しました。なんかもう1段階上も怪しいけど、っていうか
こっから飛んでゾーラの里でもよくね。なんか飛んだ、あ、てかもうすぐそこなんだ。ちょっと飛んでいこうか。こう来て、で、下降りて、で、こう来て、あー、なるほどなるほど。おー、あ、いいね。もう特に何もなさそうなんで、飛んで向かってしまいま、あ、石板あった、危ない。こういうのはしっかり見てった方がいいですね。はい、ということでこちらの石板も読んでいきましょう。ゾーラ氏第7章飛んだね、マライルを討伐した勇の記録、ゾーラ王ドレファンレシル、民はライザンに住み着いた銃に怯えいた、しかし一人のハイリア人がキャツを退治し里の平穏を取り戻してくれた。この戦いで彼が身につけていたゾーラの兜は、どこかの北にある何々湖の拝殿に安置する。ゾーラの兜、これちょっと覚えておきましょうか。勇者リンクの活躍を称えてだと思いますけどね。ところどころ文字がかすれている。多分100年前にリンクがここで、まあ、ライネルだろうな、ライネルを倒したとるというね、記録があそこに残っているんでしょう。ってことはドレファン王とかリンクのことは覚えてるだろうね。100年前、100年っていうのがなんかゾーラ族にとってどれぐらい長い年月なのかちょっと分かりませんけども、インパさんは、あ、祠、あ、そっかそっかそっか、ここは普通にゾーラの里の祠ですね。はい、ということでそろそろ着きますというか、もうほぼ着いてますよ、ゾーラの里。いや、やっとたどり着いた。結構前回も歩いたからね。てか途中やられすぎたわ。いや、でもしょうがないよね。だって難しかったもん、普通に。エレキ、もうちょっとエレキの薬くれたらね、 MK さんもなんかガンガン使っていけたんですけど、指導あんただよ。あ、でもまあありがとうね、くれたことに関しては。はい、ということでゾーラの里到着しました。お、これはミファーちゃんの像ですよね。ぽいよね。おお、ゾーラの里、まあ途中にもあのね、あの石板に書いてありましたけど、建築がやっぱ綺麗だよね。おお、はい、来ましたよ。待っていたゾーリンク。わあ、いいね。ようこそ我がゾーラの里へ。さあ、キングに紹介しよう。こちらに来てくれ。わかりました。その前にちょっと祠だけ解放しちゃっていい？そうしないとワープしてこれないからさ、ちょっとそこだけよろしくお願いします。ゾーラの里にたどり着け。とりあえず目的地更新はされました。あ、でも先上行くか？話聞いてから登録した方がいいか。なんかドレファン王を待たせるのもあれですからね。はい、ということで上まで登ってきまして、すいません門番の方、ここ通りますよ。呼ばれてるんでいいでしょう。お、水きれい。水の表現がめちゃくちゃきれい。ということで、お、ゾーラの里にたどり着け、コンプリートしました。ドレファン王さん、こんにちは。いや、あなたの話は聞いてますよ。お、本当だ、額に今傷が入ってましたね。お、シド王子もちゃんとついてるね。なんとかシド王子のおかげでここまでたどり着きました。雨が大変みたいですけど、おお、そなたがシドの連れてきたハイリア人、よくぞここまで来てくださった。わしはゾーラ族の王ドレファンであるぞよ。はい、ん、そなたの腰のもの、それはシーカーストーン。お、さすが王様、お目が高いお分かりで。ん、よく見たらそなた、そうですよ、ハイリア人の英傑リンクではないか。覚えててくれたんだ。わしを覚えておらんかの。すいません、ちょっとこっちの記憶がなくてですね。ハイリア人の英傑リンクがあの英傑その人なのか。そうなんですよ、ちょっと100年眠ってたんで、あの体は成長してないんですけどね。そうだ、確かにそう聞いた覚えが。これは驚くべき出来事かもしれないぞ。はい、ハイリア人の英傑リンクが今ここに、まさしく驚くべき出来事ぞよ。それにしても懐かしい、ほれ、かつて幾度もあったであろう。命運が尽きたと聞いていたが、生きておったぞよの、ぞよの、変なあれだな。ちょっとすいません、長すぎる眠りについてたもので、あのシー家族の技術でさ、なんと、どれだけ長き眠りにわしのことを覚えとらん様子なのはそのせいか。そうですね、すいません。我が娘ミファーのことは覚えておるぞよ。MK さんは覚えてるんだけど、リンクは覚えてないから、ミファーはてな。これはまさかミファーのことも忘れてしまったと。あんなにそなたと仲の良かったミファーを覚えておらんぞよか。すいません。この里の風景、ミファーの像を見ても何も思い出さんぞよ。まあそうなんですよ、すいません、記憶がなくて。何かのきっかけで思い出すこともあるかもしれんぞよ。できれば、お、父上、ここで姉上のことは、
リンクも混乱していますぞ。そうです、ちょっと情報量が多いって、うん、おーそうよな、それにしても知らずに英傑を連れてくるとは、シドお前もやるぞよ、ジャブフフフ笑い方がゾーラ族ですね。リンク、そなたも大変であろうが、わしの話を聞いてほしい。はい、実は今この里は水の神獣バ・ルッタのせいで存亡の危機に見舞われておるぞよ。単刀直入に言うと、わしらだけではどうにもならんぞよ。そうなんですか、そなたの力貸してはくれないか。もちろんですよ、協力しましょう。なな、お、なんですか、ムズリさん、お待ちくだされドレファン王、ハイリア人に助けを求めるなど、ゾーラのヒレが折れるというもの。もうなおよくわかんないよ、そのことわざは。ムズリ、ムズリ、ゾーラのヒレ折れなどと大げさなこと、大げさかどうかもわかんねえんだよな。言葉を慎めムズリ、リンクは俺が頼んで里に来てもらったのだ。この大雨の中頼れるのはハイリア人しかいない。この前皆で決めたではないか。彼なら俺たちに力を貸し、この里を救ってくれるに違いないぞ。そうですよ、頑張るって、そうぞよ。リンクは紛れもなき英傑、今はこの里が、いやハイラル全土が水に飲まれるかもしれぬ危機的状況なんだってなんだって風のタクトじゃないですかそれは。ここはゾーラもハイリア人もない謙虚、ハイリア人もない謙虚にヒレを畳む時ぞよ。そのことわざもわかんないけどな。ドレファン王はもうお忘れになられたぞら。ハイリア人どもは信用できませぬ。100年前古代文明の力など持ち出してハイラルをこんなにしてしまったのですぞ。ああなるほど、まあそういう捉え方もできるような。結局ガーディアンとか神獣が操られてゾーラとかの民族の人は迷惑受けてるわけだもんね。しかも何ですか、うわがっかりしてる、エイなのかな、マンタなのかなモチーフがちょっとあれなんですけど、しかもミファー様まで帰らぬ人となってしまった。まあそうみたいですよね。リンク、ルッタは水の神獣、無限に水を生み出す力を持っておるぞよ。それはなんか有効活用したいけどね。最近突然水を吹き上げ出したせいでこの辺りは激しい雨が続いている。もともと我らゾーラにとって水は空気も同然、それだけなら困ることもなかったぞよが、東にある貯水湖が溢れそうなのだ。ほう、もし貯水湖が決壊してしまったらこの里はもちろん川下に住む者たちにも甚大な被害が出るぞよ。それはまずいね。ちょっと、なになに、またルッタが吠えてる。ムー、また神獣が吠えておるぞよ。怖いね、あの水をどうにかして止めないといけないんだな。わかった、 MK さんが力を貸しましょう。ルッタだバルッタが上に上がってきた。やっぱりまだほらガノンの呪いが抜けてないんですよ。この赤い光になってるってことはガノンにあのなんか乗っ取られてるってことなんで、青い光がね、シーカー族のちゃんとしたあの光なんでね。うわ、無限に水生み出すの、何その永久期間。当時のシーカー族はすごかったんですね。でもそれが悪用されちゃってると、ちょっとこれは MK さんもミファーの顔に免じてちょっとなんとかしないといけませんね。ということで、水の神獣バールッタ、そなたらの姫ゼルダ殿は、厄災が現れる前に神獣についてもよく研究されておったぞよ。ゼルダ殿の書かれた書物によれば、ルッタの肩に見える装置、あれが電気によって水を制御するからくりらしいぞよ。ほう、肩ね。だが今は暴走して電気が流れておらんぞよ。ほう、事実セゴン G がルッタの肩に電気の矢を当てた時は確かに水は弱まった。ほう、電気の矢、だが俺たちは水星の一族、セゴン G とて電気の矢を扱うには限界が、結局ゾーラに扱える電気では足りなかったのか、ルッタの水の勢いは戻ってしまった。あ、そうなんですね。でもそれは大きなヒントですよ。だからそれならばと俺が助けになってくれるハイリア人探しに出たというわけだぞ。なるほど、もう言わなくてもわかると思うが、リンク、電気の矢でカラクリを起動させてくれ。わかりました、もちろん俺がサポートする、一緒にルッタを止めてくれないか。実は何、なんだなんだなんだ、何、お主ゼルダ殿の導きで神獣の中に入り沈めようと思っていたのか。ああそうですよ、そうそうそう、ゼルダ殿は生きておられるのかぞよ。そうですね、今ハイラル城でなんとかガノンをこう封じ込めてる状態でございます。なんとなんと、そうであったか。100年前はあのような結果になってしまったが、神獣の中に入りこちらの手に取り戻せばガノンを封印する手助けになるやもしれんぞよ。そうですね、まあ元々神獣というのは
その目的で作られてるからね。リンクにもそんな目的があったのだな。あ、喋ってなかったね。よし、俺も協力するぞ。ありがとう。暴走が止まれば乗り込むこともできる。リンク、一緒にルッタを沈めよう。わかった。やりましょう。リンク、ありがとうぞよ。我らの目的がほぼ同じとは、これも運命なのかもしれぬな。善は急げと言うぞよ。そなたにこれを受け取ってほしいぞよ。なんかゾーラ族はことわざが好きなんですかね。お、ゾーラの鎧受け取りました。代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男にぴったりのサイズで思いを込めて作る鎧。なんと滝を登ることができるようになる。素晴らしいね。それを着ていればハイリア人でも我らゾーラのように滝登りができるぞよ。どうか大切にな。はい、ドレファン王。ゾーラの鎧を渡すのですか。それは代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男に渡す誓いの鎧。ミファー様が自らの手で作られた大切なものですぞ。そうですけど、それを英傑であったとはいえ何の関係もないこの男に渡すなど何たること。いや、それがですね、あんまりです。わしは納得いきませんぞ。これを私が切れるということはどういうことなんですか、ムズリさん。ムズリめ、あれは我が娘ミファーの教育係だったぞよ。まあムズリさんもムズリさんでミファーのことが大好きなんでしょうね。わしら肉親と同様にミファーのことを心底大切に思ってくれておるのだ。大厄災でミファーを失った時、ハイリア人嫌いが決定的になってしまったぞよ。まあしょうがない気もするけど、ムズリの失礼を許してやってほしいぞよ。まあ、MK さんはもう寛容ですから許しますよ。そういえば、ルッタを沈めるのに必要となる電気の矢をムズリに探しておくよう命じておいたが出て行ってしまったぞよ。リンク、ムズリは俺が説得するからちょっと待っていてくれ。はい、わかりました。なんとかちょっと電気の矢もらってきてね。 MK さん持ってないよ。シド、あの話をするつもりぞよな。え、何の話？リンク、ムズリはおそらく下の広場にいるぞよ。そなたも行ってやってくれぬか。説得にはそなたが必要ぞよ。わかりました。じゃあとりあえず、お、水の神獣バルッタメインチャレンジが解放されました。で、ムズリさんどこにいるの。ムズリさん、お、ハイリア人の親子。そんなのは今よくて、シド王子、シド王子かっこいい。あ、そんなモテモテなの。リンクの方かっこよくない？待って、下ってどこ。下にいるって言ったよね。もっと下か。あ、この広場のとこ。あー、なるほど、ミファーの像の前ね。はい、ということで、こんにちは。ちょっとムズリさん、電気の矢くれませんか。なんとか。ムー、こんなところまで来たぞらか。お前に用はない。ムズリを聞いてくれ。お前に黙っていたことがある。本人を前にして言うのもなんだが、リンクこそミファー姉さんの思い人だったのだぞ。そうでしょう。だってこのゾーラの鎧は誰にぴったりなのよ。俺はその頃まだ小さかったからわからなかったのだが、ほら、ぴったりの人以外に渡さないって。ドレファン王も、父上から何度も姉上がリンクのことを思っていたという話を聞かされてきた。なな、そうですよ。ムズリさん、これで納得したか。そんな作り話を簡単に信じるムズリではございませぬぞ。ミファー様がこのようなハイリア人を思うわけがございませぬ。現にこやつは何も覚えておらんのですぞ。このミファー様の像を見ても何も。本当だムズリ、お前は知らんだろうが。おー、なんだ、ミファーの像か。まあリンクはちょっとね、あの記憶が抜け落ちちゃって、でもたまになんかの拍子に思い出したりするから。お、もしかしてリンク思い出せるか、ミファーとの思い出を。あ、ほら、リンク思い出せ。リンク、ちょっと思われてたんだってよ。あ、来た、来ました、来ました、来ました。お、バルッタだ。まだこれは、そうだね、ちゃんとシーカー族というかハイリア人が制御してる頃のバルッタですよね。お、花の上にリンクと一緒に座ってる、ロマンチック。はい、出会った頃のこと、出会った頃のこと。今 MK さんはもうシナリオ全部覚えちゃってるんだけど、正直。はい。そうですね、そう、ミファーのね、力はこれなんですよ。はい、ありがとう。いやいやいや、ミファーちゃん、ミファーちゃん久しぶりに会ったな。はい、うん、あ、やっぱそうなんだよね。シドがだって100年経ってさ、まあ大人にはなってるけど、ハイリア人と年の取り方が違うんだよな。あ、嬉しかった。ありがとう。私も直してもらうの嬉しかったよ。おー、すげー。
不思議な力ですね。いや、ミーファーちゃん。ミーファーちゃん、かわいい。ミーファーちゃん。はい。どんな相手なのか。そうですね。まあ、これはまだ戦う前のね、100年前の記憶ですからね。まだわからない。うん。ですけど、大丈夫だよ。はい。どんなに過酷な戦いになったとしても。いや、このショットいいな。みんなが。ちょっと、後でスクショ。まあ、ゲーム、これ動画で残ってるからいいけど。はい。私が直す。ありがとう。期待してるよ。何度でも。はい。どんな怪我でも。いや、嬉しいね。私は。ミファーちゃん。あなたを守りたいから。いや、こんな、リンク忘れんなよ。100年経ったんか知らねえけどさ、こんな女の子のこと忘れちゃダメでしょ。子供の頃みたいに。あ、そうだね。また。うん。いや。ここへ遊びに来てくれ。もちろんだよ。毎日来るわ。毎晩来るわ。毎朝、毎昼、毎晩来るよ。ミファーちゃん。かわいい。いや、ほら。おい、ムズリ、思い出したぞ。やっぱ思ってくれてたんだよ。私のこと。どうした、リンク、大丈夫か、うん、え、生まれたての稚魚みたいにフラフラと、どうしたぞら。例えがすごいゾーラ族なんだよな。ミファを思い出したぞ。ゾウ、このゾウを見たら。え、バカにするな、ハイリア人。そんな都合よく思い出したりするわけないぞら。いや、それが思い出したんだって。とにかくこのムズリ、確たる証拠がなければ断じて信じぬぞ。証拠があるというなら見せてみるぞら。証明できれば電気の矢を集める方法でも何でも教えてやるぞら。いや、もう、それ言われたら、やるしかないよね。もうちょっとムズリ見てろよ。ほら、これ書いてるだろ。代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男にぴったりのサイズで思いを込めて作る鎧なんだって。これを着れるってことはどうなんだ、ムズリ。信じるか、ムズリ。リンクの着ている服をよく見るんだぞ。ん？服を変えてこようとわしはお前のことなど。ほら、このぴったりサイズ。なそれはさっきのゾーラの鎧、ミファー様ご自身が手図から作られたもの、なんとサイズがぴったりだぞら。これはどういうことぞら。そういうことぞらよ。これで分かっただろう、姉上の思い人が誰だったのか、誰のためにこの鎧を作ったのか。ムズリさん、この鎧がリンクにぴったりなのが何よりの証拠だぞ。昔からハイリア人嫌いだってお前には言うなと、ミファー姉さんが口止めしていたそうだぞ。さあ、協力する約束だぞ、ムズリ。電気の絵はどうやったらたくさん手に入る？お前のことだ、もう調べてあるのだろう。教えてくれよ。むむ、ミファー様はこのもののために鎧を作っておられたとは。信じるか、ムズリ。お、ほら、てんてんてん。いや、ムズリも悪いやつじゃないのよ。うん。ハイリア人の助けを借りるのは嫌ぞらが仕方ありませぬ。わしもゾーラの男、一度吐いた泡には責任を持ちますぞら。例えがゾーラ族なんだよ、さっきから。わからん。電気の矢がたんまりと手に入る場所を教えましょうぞ。はい。なんだ？あそこか。あそこに見える雷獣山。そして先端の試しの岬。その雷獣山には恐ろしい奴が住み着いているぞら。わしらゾーラが喰らえばひとたまりもない。電気の矢を次々と放ってくる恐ろしい魔物。まあ、さっき石板にも書いてありましたね。そうか、獣人ライネルか。あいつは電気の矢を使う魔物。奴から電気の矢を奪うということだな。凶暴だがリンクならなんとかなるだろう。楽観的。神獣を沈めるには電気の矢が操作な20本以上は必要ぞら。お前に集めることができるぞらか。何を言うんだ、ムズリ。大丈夫に決まってる。そうですよ、ここまでだって雨の中歩いてきたんだ。行くぞ、シド。よし、リンク、早速行動開始だぞ。雷獣山には里の東の滝を登るのが近道だ。早速そのゾーラの鎧が役立つぞ。滝壺まで泳いで行って一気に滝登りだ。俺は神獣のいる東の貯水湖で待機する。電気の矢が20本以上集まったら来てくれ。任せろ。わかりました。よし、協力して神獣に挑むぞ。よーし、行きましょうか。ムズリ、待ってろよ。今ちょっとミファーの願い叶えてあげるからな。あそこか。そしてあそこに行く前に先にちょっと祠やっとかないとですよね。はい、ということでこちらの方クリアしてしまいましょう。ネズヨマの祠。はい。なんかこういうさ、里とかにある祠って若干特別だったりするんですけども、力の試練かな。力の試練だったらなんとかなるけどな。謎解きだったら普通に頑張んないといけないぞ。はい、ということで、うわ、謎解きだ。押し出す力。
あーなるほど、アイスメーカーっぽいな。アイスメーカーでどうにかこうにかしていく感じ。アイスメーカーで、ちょっと待てよ、まずこっち通って、ここの、あーなるほど、完璧に理解したと言いつつ、ちょっと待てよ、ここの穴に入れないといけないんだけども、危ないよ、そこが坂に、いや、なってないな。あれ？だとすると、あーわ、ちょっと待てよ、ここガード、あ、ブブブ、あ、そうやるんだ。わかった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 。一旦ちょ、リンク、それ登って。え、リンク？いやいやいや、絶妙な位置に作っちゃ、あら、絶妙な位置に作っちゃったから、ちょっと今あれだったんですけども、もう一回行くよ。ここで、ここ、いや、斜め大丈夫かな？ここに、はい、一個、パリンと作ります。で、リンク登る。ここ登れる？あ、オッケーオッケーオッケー。出た出た出た。ここも一個作る。で、上登る。先にさ、宝箱ゲットした。あ、あったね。まあ、あそこまでアイスメーカーでとりあえず宝箱取り行くか。それからまたいろいろ考えたいと思います。か、待てよ。なんか仕掛けを動かせば、あ、弾はあれ一個なんだ。あ、ちょっと危ない、危ない。リンク？いやいやいや。いや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 。そうです。そんなピンポイントでやられる人います？何そのやられ方、初めて見た。そんな面白いやられ方しなくてもいいのよ。ちょっと待てよ、そこもいけそうな気もするけどな。落ち着け。ここまず作って、あ、リンクいける。オッケー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 。さっきは本当絶妙な位置にあったから無理だったんでしょうね。こう来て、はい、こう来て、で、はい、こう切って、危ないよ。で、うわ、この線危ないな。一旦ちょっと切っとこう。で、こう切って、うわ、いける？いけると信じて、オッケー。はい、ということで、とりあえず、宝箱は回収できました。ゾーラの槍、あ、待って。だとしたら、いらないもの、あ、ゾーラの槍持ってんね。まあ、持ってるから、一個捨てて、これを拾う感じでいいかな。はい。これで、ゾーラの槍ゲット。そしたら、ちょっと待てよ、あの玉をどうにかして持ってこないといけないんだけども、ここに登るのはもうちょい先行ってからか。え、これ登れないよね。はい、ちょっと待てよ。ほい、あ、登れないね。無理だ無理だ。となると、ここをこれ作って、え、ちょっと待てよ、これいける？落ち着け。一旦ここ、ちょ待て待て待て、あー、え、どうしよう、そこまで行きたいんだけど、どうにかなるか。ちょっと待てよ。そっち、いや、無理だな。え、もしかしてこれ走れる？あ、は、おい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 。なんだってんだ、ここ走れるんじゃねえか。そしたら、こう来て、ちょっと待って。MK さん、ここ、いた方がいいのか。ビータロック、あ、てかこれ押し出す力ね。押し出せるんだけども、ただ押し出してもさ、これダメだと思うんだよ。上に行った方がいいな。あそこ上に登って、ちょっといろいろ調整していこう。で、最終的に、あのジャンプ台、あの弾が詰まってるところで、ぴょんと押し出して、どうにかするんだと思うんだけど、最後の最後がめちゃくちゃむずいな。まず、ちょっと待って、壊せるやつ壊すよ。はい、ここ壊して、で、行くよ。あ、もうちょい上か。上に行ったら、ビタロックとか使うかな？いや、ビタロックは、使わない感じか。こう来て持ち上げる。はい、で、行った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 。どこで止まる？そこで止まるよな。こう来て。大丈夫か？そこ作ってないけど。あ！あ！覚えゲーだ。なるほど。あ、降りなくても、まあまあまあ降りてもいいか。で、覚えゲーですね。ここはまず必要なんだ。ここ必要で。じゃ、ちょっとややこしいから、こいつら一回どかしていいですか？ここどかして、で、ここどかすでしょ。で、これ壊す壊す。で、あそこにストッパーを作っとかないといけない。最終的に上げないといけないから、ここに、こういう感じでストッパーを作る。そうすれば、うん、大丈夫だと思う。よし、じゃあこれでもう一度押し出す力やっていきましょう。いや、あー、大丈夫？水が流れてるけども、頑張りゲージは OK、なんとかなりました。そしたら、はい、もう一度押し出す力。で、MK さんはここ登る。これ、上とか、宝箱ないよね。大丈夫だよね。一応、滝だから登ろうと思えば登れるんだけど。
まあまあまあいいか。そしたらここ下降りて、いや結構頭使うね。これ頭使うぞ。ぐるっと回ったら、いや大丈夫だよな。こう来て、いや多分今ので合ってると思う。そしたら待てよ、壊れちゃうって可能性あるな。ここ壊した方がいい。でここ上げるでしょ。ちょっと待てよ、ここ上げ、なんだい。なんだいそれは。ここ上げます。はい、で下降ります。あ、オッケーオッケー、全部ある、全部ある、全部の氷がしっかりありますよ。でこう来て、そこ大丈夫だよな。はい、オッケー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 、完成。うーわ、完成。あ、そこ大丈夫かな、ちょっと待てよ。ほい、あっ、バーマジ、おい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 、やってくれたわ。ちょっと待って、これ、うーわか、うわい、マジかよ。いやでももう分かった、もう分かった、だったら分かった、だったら分かった、もう大丈夫、もう大丈夫。あと安心して、こう来て、ここ押し出す力で、回数制限あるといけないからこれ壊す。でここ持ち上げる、でこれももつかないから壊す。で下降りるよ、これで大丈夫だと思う。これは調整完璧でしょ。こう来て、はい、完成のままに進んでいく、素晴らしい。でそこ止まると思うんだけど、止まんなかったらやばいな。止まるよね、そこピタッと。はい、ピタッと止まる。うわこれもうちょいさ、うわ待って、もうちょいさ、それ奥か、可能性ない、もうちょい奥じゃない、この辺じゃない、この辺にしとけば間違い、もうちょい手前、いやこれぐらいでいいな。でわざと落ち着け、違う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 、ちょっとこっち気味に押す、こんな感じで、はい、上げました、 OKOK、 行きました。でここを上げればどうですかってんだ、どうだ、あっぱっぱ、あっぱ、あぶねえ、あぶねえ。あぶねえけどなんとか入った。今ちょっとさ勢い強すぎてさ、勢い強すぎてなんか行っちゃいそうだったよね、ボール。怖かった。はい、ということで、オッケー。とりあえず、祠の方クリアできました。結構、祠だけでも今回時間かかっちゃったね。はい、ということで、試練克服した。あ、そして待って、女神像は絶対ライネルのとこ行く前に体力4にしといた方がいいと思うんだけど。そうだよね、絶対そうだよね。体力3でライネルなんて言ったら全部ワンパンだろう。いや、4でも、一発でやられる可能性あるけど、とりあえず増やすに越したことないんで。待って、女神像どこにあるんだったかな？いや、確かね、全部の場所にはあるのよ。うわぁ、忘れちゃった。まあでももう祠登録したから、極端な話、別にいいんだよな。一回かかりこ村とか、戻ってから来てもいいっちゃいいんだけど。いやでもせっかくだから場所覚えとこうぜ。あったと思う。あ、料理ある程度してった方がいいか。君は？はい、こちらは魚の寝屋。ん？あれ、あなたは100年前のリンク様。ゾーラ族みんな長生きだね。おっと、仕事仕事。いつでも深い眠りを旅人に、ゾーラ族魚、あ、魚の寝屋。あ、そういうことね。お泊りですね。あ、違います。大丈夫です。お泊りではありませんでした。ん？はーい。何？こんにちは、かわいこちゃん。こんにちは、ゾーラの宿、魚の寝屋ようこ。てんてん。あ、リンリン？リンリン？おいおいおい。女を二人も作ってたのか？その、リンリンって何？間違いない。リンリンだ。うわぁ、久しぶり。ミファー様と一緒に薬剤ガノンに倒されたんじゃないの？じゃなかったら今までどこ行ってたの？何してたの？ねえねえ。リンリン、そんな仲むつまじい感じ？あ、ごめんなさい。大人なのにはしゃいじゃって。あれから100年お互いいろいろあったと思うし、よかったらまた話してね。気になる？はいはい。毎日のご飯って悩むのよね。さてさて、私にご用？リンリンって？それ100年前に私がつけたあだ名よね。可愛いでしょ？もう可愛いけど、あなたの本当の名はリンク。あなたはハイラルの英傑としてミファー様と薬剤ガノンに立ち向かった。里のお年寄りはハイリア人のあなたがミファー様を奪ったゾラってご立腹だけど、当時を知る今100歳そこそこのゾーラはそうは思ってないの。100歳そこそこでも若者なんだね、ゾーラって。あなたとミファー様は大薬剤を食い止めてくれた英傑よ。他に聞きたいことある？いや、ありがとう。なんか分かってくれてるみたいで嬉しいよ。そして待って、料理をしてった方がいい。ビリビリ系の、うわー待って、これさ、ビリビリの薬を作ってった方がいいのね。ビリビリだけと、ビリビリだけだったら普通のでいいんだよね。あとはじゃあ、はい、
入らるだけ。あ、待てよ、薬にする、いや大丈夫だよな、これでビリビリ耐性のご飯が。オッケー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 、エレキ串焼きキノコできました。ちょっと待って、エレキ系作ってこう。これ持って、はい、ハイラルだけ持ってガンガン料理しますよ今日は。はい、エレキ串焼きキノコまたゲットしました。でもう一個作れるな、もうあるだけ作りましょう。でまたハイラルだけでいいよね。よし、結局これ3分って多分さ、使い切ることないと思うんだよ。その場でやられるまでなんとか耐えるみたいな感じだから。はい、オッケー、エレキ串焼きキノコもう一個作って、であと効果で言うと、いやでも重なると良くないからな。あ、今はじゃあとりあえずこんなもんにしとくか。よし、オッケー。そしたらこっち側は、こんにちは。あ、ここは売店っぽいな。お、氷の矢売ってんじゃん。ちょっとこれ買うわ、全部買う。はい、オッケー。うわ、高かった高かったんだけど、高かったんだけども、あ、だよね。あ、高かった、思ったより。勢いで買っちゃった。であとはハイラル米、ひんやりマス、ポカポカマスも売ってると。お、ゴロンどうしたの。ハイリア人だね、この辺では珍しいね。僕は旅の途中で近くを通りかかったところ、シド王子にここまで誘導された頃。ほう、でも僕は電気の矢は触れるけど体重が重たいから、君を背中に乗せるのは無理だぞってシド王子に言われた頃。あ、電気の矢扱える、そっか、まあ、ポケモンでいう地面タイプだもんね。なんか失礼な話で、まあ、岩タイプだけどな。ということで、まあそれはいいとして、なんだ、鍛冶屋なのかなここは。ちょっと待って、女神像はあったはず、どっかに。あれ、ないんだっけ女神像。どっかにあった気がしてるんだけども。あ、ああいうとこか。いや、それともドレファン王の近くか。ちょっと待てよ。うわ、ないんだったらさ、ハート1段階増やした、うわ、そうだよね、増やしてから行かないとダメだと思うんだけども。え、こっちか、ここの広場。ちょっと女神像どっかにないです。うわ、いや絶対あったと思うんだけど。はい、忍び谷氏。あ、ここあれなんだ、温泉というか。谷氏めっちゃいるけど大丈夫。谷氏めちゃくちゃいるけどあれなんだね、うん、温泉というかプールなんだね。でこれは、ああ、ごめん、アイテムだと思った。クークー、ポンテくんが寝てる。あれ、あ、これ、いや、これ石碑か。女神像じゃないね。ゾーラ氏7章、魔物ライネルを討伐した勇者の記録かな。ゾーラ王ドレファン、ここに示す。民は雷獣山に住み着いた魔物に怯えていた。しかし一人のハイリア人がキャッツを退治し、里の平穏を取り戻してくれた。この戦いが彼、ん？この戦いが彼が身につけていた、この戦いで、彼が身につけていたゾーラの兜は里のトニアンチ、あ、なんか言ってたな。あれ、勇者リンクの活躍を称えて、ところどころ文字がかすれている。ちょっと待って、そのゾーラの兜ってのがあった方がいいんじゃないのか。いや、まだか。あれ、場所さえ分かればもうゲットできるのかな。そして女神像が全然ねえ。ちょっと上まで見に行ってなかったら、一旦しょうがないわ、一旦女神像はなしにして、もう雷獣山の方に向かっていきましょう。いや、でもあると思うんだけどな。ドレファン王、女神像どこ？絶対あるっしょ。見つけらんね。そっちの、いやー、でも、ないなー。いや、絶対あると思うんだよ。いや、でも、ちょっと見つけらんねえわ。ゾーラの里が思ったより広いもんで、ちょっとしゃあねえな。はい、そしたら、雷獣山の方に向かっていきましょう。あそこだな。滝を登るのが早いって言ってたんで、ちょっとあの滝をね、登りたいと思います。君は、あ、これ電気の矢じゃないの？何してんの何してんの？電気の矢あるじゃん。消え。え、大丈夫？消え。おいおい、触んねえ方がいいぞ。はあはあ、ミファー様、見ててくだされ。かつて鬼軍曹と言われたこのセゴンメが、今こそ真珠バルッタを撃つぞら。何してんの？危ないって、やめた方がいいよ。お主はまさかリンク、ミファー様が仇、ここであったが100年目ぞら、このセゴン自ら叩き切ってくれる。どういうこと？しらばっくれるか、英傑リンク。お主はミファー様を薬剤ガノンから守れなかったらぞら。ああ、そういうことね。それは本当に申し訳ない。あれから早100年、ああ、ミファー様、老いたわしや。
今度こそはだよ。ふん、今さらお主の助けなんざ借りんぞら。鬼の里の鬼軍曹ことこのセゴン、たとえこの身朽ちようともルッタに電気の矢を浴びせ、ミファー様の無念をお晴らしするぞら。分かったら今すぐ立ち去れい。いやでも危ないって、あなた水タイプなんだからやめといた方がいいよ。お、どうした？今晩は可愛い人ばっか、フララットちゃんだって。あなたはリンクさんですね。どうしてそれを？シド王子がハイリア人のリンクと神獣を止めに行くぞと叫んでいましたからね。あ、聞こえてたんですか。ということはあなたは雷獣山に電気の矢を取りに行かれるということですね。お、やけに詳しいね。はい、だったらついでのお願いがあるのです。何でしょうか。可愛い女の子のお願いだったら何でも聞くよ。上、あの山が雷獣山です。ライネルという赤い盾紙を持つ魔物が住み着いているそうです。怖いね。やだねあんま行きたくないけど、あの山にいるライネルでも他の場所にいるものでも良いので、とにかくライネルの姿を私に見せてもらえませんか。あ、写し絵ってこと。なるほど、オッケー、分かったよ。話が早くて助かります。というのも雷獣山の先端に試しの岬と呼ばれる突き出た崖があるのですが、そこから東の貯水湖に飛び込む遊びを推奨するフラチな輩がこのゾーラの里におりまして、わ、それは危ないね。そんなわけで雷獣山にいる魔物ライネルの姿を口伝すれば試しの岬には近づかなくなるだろうと思ったのです。あ、いい考えですね。それではリンクさん、手段はお任せします。ライネルの姿お願いしますよ。わかりました、写し絵ね。じゃあこれはちょっと後で撮ってくるんで少々お待ちください。そしたら、いや一応ちょっと女神像を諦めきれてない MK さん、あの裏か、うわ怪しいけど、でも行って違ったらあれだからやめとこう。お、門番がいる。うわ、白いゾーラ族だ、なんか綺麗は、東門異常なしぞら、てん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 、どうしたの。これはリンク様、お懐かしいございますぞら。みんな知ってるね私のこと。私は100年前よく遊んでもらったジョアダにございますぞら。ジョアダさん、ちょっと覚えてないんです、すいません。シド王子が連れてきたハイリア人というのがまさかリンク様ぞら。それにしてもリンク様は100年前と全くお変わりないぞら。おっと、おしゃべりが過ぎました。私は今は一人の兵士としてここ東門の門番を拝命捕まっつっているぞら。はい、難しい言葉使うね。東の貯水湖が溢れないよう見張りを兼ねて、それではまた後でお話しするぞら。お疲れ様。いやなんか100年前一緒に遊んでいた子供のゾーラ族が立派に兵士やってると思ったらちょっとリンクも負けてらんないね。でここ登るんだな、ほらこれ登ると早いって言ってたよね。雷獣山があそこ、あれ見失った、あそこだよな、合ってるよな。あれエレキキース、あ違うわ、びっくりした、違ったで忍び岳も回収してここ登れるんでしょ。リンクさん行くよ、ゾーラの鎧今着てますんでこのまま行きましょう。ちょっと待って、これ頑張りゲージとか大丈夫？ここを、はい、登る、行けリンク、おー登った登った、頑張れ頑張れ頑張れ行け行けリンク、おい、これでピュン、おー、なるほど、かっこいいねリンクかっこいいじゃん。よし、もう一回行きましょうか。ここで登る、ゾーラの鎧で、ゾーラの鎧か、ゾーラの鎧で上まで登っていく。今崖登れないからさ、これめちゃくちゃありがたいわ。で雷獣山、あ、やべ、ちょっと待てよ、これ一回降りよう、一回降りよう、リンク、雷獣山がここで、あ、もう右かってことは、そのルルコも登った方がいい、あ、登った方がいいね。じゃあこのルルコを最後登って、あ、石板あったねいや、じゃあ、うわー、石板どうする、読む、次回にするかじゃあ次回ちょっとこの石板を読んでから、ライネルのところに向かってなんとかライネル退治と写し絵の撮影やっていきたいと、ライネル退治じゃないね、電気の矢集めと写し絵の撮影やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。